やっとけばよかったと思いました。はい、だから今日はね何グラムちゃんとやっていきたいと思います。これさすがにさ、カッターシャツ着てたらさ大丈夫やんの？どう思う？どう思いますか皆さん。そう、これ月刊エンタメさんに載ってた芳香剤です。はい、一応全部で一応考えたけど、ちょっとね一番はね頑張ったけど面白くないから、ちょっとね発表していきたいと思う。見てこれね、みゆのね大学の時のノートなんですけど、シャツいるって、あのねシャツ着てないとねちょっとね露出がすごい気がするのでね、ごめんね。だからこれでごめんなさい。あのねツイッターの方にはね写真載ると思うから、すごい便、これ字がもう丸いね、面白い。何の勉強してるの？はい、ではね、いや大喜利ほんまに面白くないよ。ねこれは前の携帯なんですけど、みゆちゃん真面目ね、どこが何が真面目なの？まずどれからいきますか？あー暗いね画面が。これ赤ちゃんちょっと効果をこうって、これとどうやったら見えるんやろ、こう、これとバキバキ、そうバキバキになっちゃった。これね、これで回答していきたいと思います。そうバキバキの小熊さん、アイスありがとう。そう画面ねすぐ割っちゃうの私。でも今回今の携帯はねあんま割れてないからね。これでなんか写真で大喜利しなくちゃいけなくて、はい、でそれで、はい、どれから行ってほしいですか皆さん。パンプキン赤ちゃん気になる。お、ほんと？これね、これどうやったら見えるようになるの？全然見えへん。どうしたらいいんやろ。どれがいい？どれから行きますか？この骸骨。くら、画面が全然見えへん。この骸骨か、このハロウィンの人か、かぼちゃの赤ちゃん。画面暗く、あ、なるほどね。見て、ねじれちゃん。画面暗く。こう？ああ、ほんまや。えらっ。骸骨から。これ？これね。自分の写真が。これからじゃあ、この骸骨から。行きたいと思います。では行きます。ねじりちゃん可愛いよね。ではこれで写真で一言いきますね。見える？みんな、お題がないからね、ちょっと見にくいな。あ、これいい感じだね。これいきます。恥ずかしい、これ自分で写真。このお題の
私の回答は写真で一言、はい、写真で一言お願いします。100年後の一光さん。パチパチ、いやダメよ、これも使えないね。じゃあ次はいいいやん良き優しいな。次いきます。じゃあ次これにするね。次これいきます。これも難しいよね。ではこれの回答、あ、見えた？これあんまりかもしれない。これの写真で一言、ハロウィンパーティーの前に視力検査に来た人これどっちを見せたいか分からん。はい、なるほどはい、では最後ね、いきたいと思います。最後はね、このパンプキンのね、この、赤ちゃん、このかぼちゃの赤ちゃんで最後いきたいと思います。最初から見れてなかった、あらちょっと早め、始めるの早かったかな。これな、しない人もおるかもしれんけど、ちょっとあ、実際にある話やから、はい勢いでいくやつ。何が、はい、ではこれで、この赤ちゃんで写真で一言、いきます。3、2、1、おっと、このなめくせのドラゴンボールは渡さねえぜ、はい、以上ですはい、どれ3つはい、一応、あー、よかった、一番好き、本当、やった、これでいい、本当？じゃあじゃあそれにしますね。赤ちゃん、おー、一もやって、一番な、一番の写真保存してないな、もう一番むずすぎて。一番ですか？いいよ、これか。むずない？これですよね。一番。この犬ね。じゃあ、その一番も考えろって言われたんで。考えます。ちょっと待ってね。パンプキン赤ちゃんにするね。え、ちょっと怒ってるやん、全然怒ってないよ。これむずいで、最悪、黒くなっちゃった。はい、ではいきます
このねよくわからないヒーローみたいな犬ねこれマジでちょっとな、嫌だな。いきます。ではいきます。これの写真で一言、3、2、1。そうだ、この俺がペットフードはドギーマンのドギーマンだ。ちぃ汚な、ちゃめいや難しい難しいはい、はい、ということでね、はい、もうねこれ位置はね位置はむずいからはいドラゴンボールやね。じゃあ2番の、何やったっけ。じゃあ、あれですね、とりあえず今来た人のためにもう一回おさらいします。3からシルク検査、マジでどうしよう。これが私の回答が100年後の一行さんで、これがハロウィンパーティー前に視力検査に来た人で、ここに書いたっけ、あで2が4はダメだよ。2がこの赤ちゃんの子が、おっとこのナメック星のドラゴンボールは渡せねえぜ、赤ちゃんが言ってます。はい、なんですけど私的にはやっぱその2か3でも2が多いね。ドギーマンもやめよ、やめろやめろ2か3ポルンが2か3ですね。じゃあ自分で考えてるだけ偉いって思ってくださいわかりました。2になりそうやけどな。投票1か、じゃあドラゴンボールが1で、視力検査が2にしときます。はい、じゃあ、あれもう始まってる。じゃあ20秒ぐらい、はい、投票したらドギーマン、ドギーマンは候補にないです。5、4、3、2、1、0。お、1ということでね、じゃあドラゴンボールのやつに決定しときます。みんな投票ありがとう。はい、ね、パチ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 。今日はハロウィンですけど皆さん何してますか。ゆうはねさっき焼きマシュマロ作ったんですけど1個が大焦げしちゃったこっち焦げちゃって、こっちも若干ちょっと焦げむずない。もうどうしたらいいの。大阪行く準備してました。お、なんで早くない。コンサートやっとしたら待って協定は死ぬ負けたんか。協定はどれぐらい、負けたらどれぐらいなくなってしまうんですか。はい、キャンプ思い出す。これはミユとファンの人にと思って2個作りました。はい、スクショタイムはね1回もしてないよ。めっちゃ美味しい。普通に外取った、めっちゃ焦げてファイヤーになったか、キャンプファイヤーになったから、みんなと
食べようと思って、はい、大きいマシュマロはね、なんでシャツ着てるの、あのちょっと肌が出すぎなので肌が出すぎだから配信停止とかなったらちょっとめんどくさいのでね、特殊タイム、特殊タイムですね、待ってね めっちゃ大きい、本当にドンキホーテに売ってた、うん、大きすぎて昨日一人で作った時上ってなったなんかでかっ、チョコね、いいですよね、チョコね、家なかったそう、神様です、あ、ツイッターはシャツないの載せるから、うん、見てね、ちゃんとわざらへん、バズったことないし、どうやったらさ、バズるんやろ、かわいいギフトありがとう、ピー、耳かわいい、耳あんま映ってない、ごめんなさい、なんか弾力がすごすぎる、首ふわふわな、チョコレート炒め懐かしいアップでタイプ食べて、どういうこと、どういう意味、アップで食べるって言ってる？なあ、何も洋服着ずにシャツだけなわけがないやん。で、はい、めっちゃついてる。ごめんなさい皆さん。汚い。年取ると可愛さが増すタイプ。そんなことない。絶対昔の方が可愛いもん。食べてるところ見せるのと見せないのの基準は、お菓子とかは、私なんかスイーツとかお菓子とかアイスとかは食べてる配信したことあるんですけど、食べ物はちょっとなんていうの、ご飯系ちょっと食べるの見せるの恥ずかしいかも。なんかお菓子とかはさ、なんつったらいいの、わかるかな、伝わるかな、伝わって、説明難しい、なんかご飯とか食べるのはちょっと恥ずかしいかも、なんかこういうなんか軽食とかはあんまり、別にわかる、よかった伝わりました、伝わる、そう伝われ、がっつり系がダメ、そう、なんか、うん、ご飯なった瞬間なんか見られるの恥ずかしいかもしれない、パン、パンはパン、パン、ハンバーガーは嫌かもベタベタしてるこのマシュマロ、うん、使います、お箸もフォークもスプーンも使えますから、焼きそばはどう考えてもご飯でしょカツ丼も無理、ハンバーガーなんかわーって口開けるやん、もう明日から11月ですよ、信じられなくないですか、マンジリベンジャーズやってる、すごいね、治安悪そう、楽しそうやねみんな、ナンバのハロウィン見ました、人多いんかな、消しゴムじゃないからマシュマロやから、
道頓堀飛び込む人、え、まだそんな人いんの？まだそんなこと、あ、耳がずれてきたよ。しな。まだそんなことする人いるんや。風邪ひくよな、普通に。道頓堀らへんやばそう。人。さっきニュースでやばいって見た。存在するねんって。メガマシュマロがあるんですよ。ということでね、量産型フリーザいました。あ、さっきなニュースでもフリーザ見たで見よう。フリーザのコスプレの、そんなに泳ぎたいんか。あれってさ、どういう神経でさ飛び込もうってなるんやろ。なんで、なんでなんやろ。なんでやと思いますか、みんな。そう、ビアイズルさんのリップです。こなれベージュですね。最近映画見に行ってない。え、見に行ってない。最後見たのはヒロアカの映画です。映画館で見たのは。水に飛び込むのって面白い。いや、じゃあプールとかやったら分かるで。プールとか川とかやったら分かるんですけど、あの、え、あれってドブ、ドブドブまで言ったらあれなんかな。ドブじゃない、あれって。そのなんかあれだってめっちゃ汚いって聞いたもん。それに飛び込むのすごいなって思いますね。え、そのあとなんか臭くなっちゃいそう、普通に。ねえ、汚いよね絶対。バンジーはないけど川に飛び込んだことはあります。わー、なんかあったね、阪神が優勝して飛び込む人。綺麗やと思えば綺麗。あー、まあ確かにね、世の中に汚いものなんてないもの。はい。あれで電車でお家に帰る。やばくない？めっちゃ臭そう。いわゆるドキュンとやる、やる、あ、DQN。なるほどね。すごいな、めっちゃ命張ってるやん、ドキュン。あれ、飛び込んだことある。なんか飛び込み専用の川みたいな。なんかちっちゃい時、家族で。ピューって。和田さんの体臭は、もういい匂いなので、本当にね。今日はミュウいない。いるよ。ほら。かわいすぎる。命張ってる時、いや、めっちゃ命張ってるな、やばくね。和田さんに飛び込む。お、おいで、来てください。ご飯食べてきます。おやすみ。わあ、いっぱい食べてね、ご飯。一緒のやつ買った。かわいいよね、むっちゃ、ほんとに。お、仕事辞めて明日から新しい職場所に見えるくらい。わあ、頑張ってね。明日からまた切り替えて頑張ってください。こんばんは、服着てますよ。服着てます。もうごめんね、めっちゃ大丈夫です。もう全然大丈夫です。ミュウ、はーい。もうミュウの沼に落ちてます。抜け出さないでくださいね。ふうくん、ハートありがとう。今って本物の和田さん見れる機会って劇場とかしかない。そうですね、そう、うん、劇場ですね。あとは、
わなかのたこ焼きによく並んでるとか、スタバにいるとか、タリーズ劇場前のタリーズいるとかみたいな目撃情報はよくお聞きします。あ、ダメよ本当みたいな感じですね。掛け布団バイトルはダメ。じゃあほんまにね、そうもっちゃんとね一緒にねおねんねしてる時にね、私無意識にねもう掛け布団全部取っちゃって、でその後もっちゃんが取り返しても、取り返したっていうか、まあ、自分にもかかっ、みゆにもかかってるし、もっちゃんも自分にかけた状態やったんですけど、またみゆがうんって全部取ってるらしくて申し訳ない本当に。でもね寝てる時はね本当に意識ないからかわいい、お、かわいいなら押してひどいじゃあほんまに意識ないからさ、寒いんだよ多分きっとみゆちゃんねみんなお腹でネギ、私ネギ嫌いなの、ネギ食べれないの、周年楽しみすぎる。みゆもこれはあの人のマシュマロだから食べません。でも最後配信が終わった後美味しくいただきます自分でお肌ツルツルじゃないねん、最近肌荒れやばいねん、ほんまにきつい、この年になってなんでなんか中学生みたいな肌荒れねんと思ってハッピーハロウィーンみんな素敵なハロウィンを過ごしてね。前髪散らかってきたということはチーク何使って、え、今日やばい、ほんまにアイシャドウ、アイシャドウの黒みたいな、黒じゃないな、アイシャドウの茶色みたいなやつでやってるからチークじゃないよこれ、ほんまにハロウィンみたいになんかちょっと変なメイクしたからグラビアの告知ありませんか。あ、11月29日にガールズペディアさんが発売されます。はい、楽しみにしててね。ハロウィンメイクもやった、嬉しい。ナンバ行かへんわ、行くわけないやそんな元気ちゃうし寒いし、今から普通に夜ご飯食べます、もうお腹すいた。何がいいってやつって、うん、いいんじゃない多分バイク乗ったことない何食べようかな。お、うちは届いて嬉しい、夜ご飯食べるの遅めなのね。確かに遅いな、なんかお腹すいたら、お腹すいた時間に食べるって感じ。最近ダメのイベントに行きたいというよりはダメに会いたい気持ちがでかい、嬉しい。でもイベント来たら会えるやん、それとは違うの。なんか行かへんって道頓堀さっき行かへんって言ったやん。は連番で入るんですか、そんなん入れるもんの。いきなりステーキいきなりステーキってまだあるん、お店あるのかな今でもまだたまに和田さんの話する、おえー嬉しい、やった、何の話するん逆に気になるわ、何の話されてんのか。
わあ素敵。 NME というより和田美優という女の子自体が自身が好き。嬉しい。でもやっぱ NMB の和田美優のことも愛してほしいな、やっぱり。飛び込まへんってやばない。こんだけさ、あのなんで道頓堀飛び込む人の気持ちが分からへんとか言ってさ、飛び込んでたらやばくないだいぶ。横顔も綺麗なの。え、自分の横顔も好きじゃないのよね。姉ちゃん来ると思ってお菓子用意した。え、そうなん。じゃあ後でお化けの格好をしてピンポンしに行くね。今日は何グラのツイート忘れんといて。あれ、ご飯食べるんじゃなかったん。今日もちゃん悪い。そうね、なってるわ。はい、ということでそろそろランキング読みたいと思います。ね、毎日外でね踊ってるね。そう、アロマスティック、そうちゃんとね、あああ危ない危ない。ちゃんとこれも飲んでるの、大好きなやつね。はい、終わります。こぼさま、こぼさないよ。見てこれ。でもね、これもうちょっと飽きたな、飽きた。お部屋何の香り、え、なんだろう。でもな、別のアロマネイフじゃまだ買ってて、そっちがお気に入りなんですよ。そっちの方がお気に入りなの。匂いついちゃった。ではランキング読めます。13位伊賀の藤丸さん、ありがとうございます。12位ワンさん、ありがとうございます。11位ゆうちゃん、ありがとうございます。11位こばりくん、ありがとうございます。7位、間違えた。9位しんしぐさん、ありがとうございます。8位ポニーピーピー、ありがとうございます。7位元気くん、ありがとうございます。6位リコちゃん、ありがとうございます。5位キンキン、ありがとうございます。4位タケポン、ありがとうございます。3位トマトアットマークユーザーさん、ありがとうございます。そして第2位タクヤくん、ありがとうございます。そして第1位ブー小熊さん、一緒にマシュマロ食べようね。はい、ということでね、ありがとうございました。皆さんまた明日会おうね。おやすみ。あとでツイッター更新するので見といてください。はい、おやすみおやすみおやすみ、バイバーイ。うん、載せる自撮り。